和田政宗議員。NHK を見てびっくり。メインのニュース番組なのに、番組中に受信料のお願いをした、がネットで話題。内容はこちら。NHK がありえないことをやってのけたようです。では、和田議員のツイートより内容を見てみましょう。和田政宗。NHK、おはよう日本を見てびっくり。メインのニュース番組なのに、番組中に受信料のお願いをした。ジャーナリズムにおいてメインのニュース番組は、厳選したニュースをいかに伝えるかの戦いの場。その貴重な時間を受信料のお願いに割くとは。NHK は、メインのニュース番組をどう考えているのか。NHK って、どこまで金の亡者なのでしょうか。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。和田先生、NHK の受信料を求める番組中のアナウンス。朝6時30分、7時のニュースで、昨日も今日もやってますよ。最近、毎日やってますよ。講話中にお布施を盛り込む宗教団体みたいですね。どうも常習性があるようですね。NHK は一体何を考えているのでしょうか。次はこちら。NHK 全く見てないのに受信料だけ取られてほんと迷惑。私のテレビは YouTube 再生機です。受信料について話すときに妙に柔らかい笑顔になってて違和感あった。一番大事なこと言いますね、って感じ。受信料制度の見直しを早急に行ってほしいです。次はこちら。よくある質問にもある、なぜ受信料を支払っていない海外の人たちに放送するのか、の回答が全く理解できないです。スクランブル放送を望みます。先にスクランブル放送にしろ。そうすると、見てくれなくなると分かっているんだろう。多くの国民がスクランブル化を望んでいるのに、ガン無視ですからね。ひどい話です。最後はこちら。受信料は NHK 職員の利権ですから、大事なのでしょう。電波オークションの実現を早くお願いいたします。NHK の解体を望む。公共の放送で金の無心とか。銭ゲバ NHK、何も考えてないと思われる。こういうことを平気でやれるのが NHK 品質。もう日本って名乗らないでいただきたい。これだけ多くの人が不快感を抱く放送局も珍しいのではないでしょうか。結論。NHK の受信料に関しては、多くの国民が見直しを求め、そして同時に NHK のスクランブル化を望んでいます。しかし、NHK も総務省も日本政府も、そんな国民の声をガン無視、逆に NHK 受信料に割増金を導入する始末。多くの国民は、物価高騰に社会保険料増額にコロナ禍で、相当疲弊しています。NHK 受信料制度の見直し、もしくはスクランブル化を、切に願います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。